GO。 こんにちは、瀬谷消防署の千葉です。みんなコロナで大変だけどお家で何やってんのかな。今日は消防署でお家で防災地震編をお送りします。じゃあ突然地震が来たよ、グラグラグラ、どうする。机があったら机の下に潜るね。でしっかりね、足を押さえてください。じゃあ地震があったとき、机がないときもあるよね。そんなときはダンゴムシさんになってほしいんです。見て見て、丸まってるよ、しっかり頭を押さえてるよ。いいね、ダンゴムシさん。じゃあもし絵本を読んでる君、地震が来たらどうする。グラ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 、ダンゴムシ持ってる絵本でしっかり頭を守ってください。じゃあ、はい、外でね、歩いてる時もあるね。そんな時、地震が来たよ、どうする。あ、何もない。あ、いいバッグがあった。ダンゴムシ。ね、ダンゴムシになってください。そうなんです。地震が来た時にはね、丸まってダンゴムシになって頭を守ることがとても大事です。じゃあみんなで練習をしてみよう。はい、みんな集まって。はい、ダンゴムシのやり方分かったかな。いくよ。消防さんが地震だって言ったらダンゴムシって言ってダンゴムシになるからね。いくよ。地震だ、ダンゴムシ。はい、ブラ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 揺れてるよ。今日は長いよ。はい、もう一度ここしっかり押さえよう。はい、いいね、しっかり、いいね、バック。はい、はい、いいよ。地震収まったね。はい、ダンゴムシのやり方分かった人。はい。はい、地震はいつ来るか分かりません。地震に備えましょう。さよなら。